ピートイチャンネルへようこそ。こんにちは、ハッピーパパです。ツイッターの方でですね、ハッピーリックンが、作った、恐竜の世界をですね、写真でちょっとアップしたりしてるんですが、今日は、オープニングの方で出てきた恐竜が動く動画がありましたね。AR エフェクトっていう風なアプリになります。 Android のアプリです。で、それを使うことで今ここにある恐竜の世界がかなりリアルになります。ちょっとやってみます。何回見ても楽しい。あれ、お寺の中に来るんだ。で、こちらの方が、今回紹介するアプリの AR エフェクトってやつなんですけど、すごいです。今みたいな感じで実際のこう写ってる写真っていうか場面に合わせて火山や木や恐竜たちが出てきて、動き出すっていう風なすごい、アプリです。ただこれですね、 Android 5.0 以降に対応してますので、ダウンロードの際、使用の際はご注意お願いします。で、こんな感じでですね、恐竜だけじゃなくていろんなバージョンがあります。で、ハッピーリックンお気に入りなのは、この恐竜とですね、ダイビングっていうのを押してみますね。ダイビングっていうのを押してみました。こんな感じになるんですね。恐竜さんたちが海底に沈んで魚たちが泳いでるって感じですね。サンゴとか、この魚たち、そしてカニ出てきてますね。今こういう風な感じ。あ、カメも出てきた。すごいな。こんな形でですね、実際にそこに映っている映像にこういう風なちょっとバーチャルな、映像を重ねることができます。小さいお子さんとかもすっごい楽しいと思います。ちなみに今回この AR エフェクトの、アプリの紹介だったんですが、こちらの方にある恐竜さんたちもですね、ガチャガチャであったりですね、トイザラスにですね、恐竜のちょっと動きはしないんですけど、そのままのポーズしか撮れないんですけど、こうやってたくさん集めて場面シーンを作ることで本当いろんな想像遊びができますので、ぜひおすすめです。はい、ということでですね、今回は AR エフェクト、そして、トイザラスさんで購入してきた、恐竜の、これフィギュアかな、こちらの方をですね、使った遊びの方を紹介させていただきました。ハッピートイチャンネル、いつもご視聴していただいてありがとうございます。ご感想、ご意見、ツイッターのフォローしていただけるとありがたいです。またチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。はい、では以上です。